東海13万から15万都市対決、東海4県勝ち抜き人口10万人大都市対決、5回目、6回目、7回目。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。この動画では5回戦の稲沢 VS 焼津 VS 桑名 VS 藤枝を皮切りに、6回戦、鏡ヶ原と小牧が登場、7回戦、刈谷と大垣が登場の戦いまで3戦まとめてお送りしていきます。稲沢市、焼津市、桑名市、藤枝市。前回勝ち抜けの祖父江砂丘の愛知県稲沢市と焼津漁港の静岡県焼津市に加え、休暇公園の宮城県桑名市、サッカーが有名な静岡県藤枝市が対決、10連戦で勝ち抜き都市を決めます。1試合目、労働実演庁と製造業原材料使用額を使用した稲沢市が金沢市。2試合目、果樹地人口密度等の焼津、小売業年間商品販売額等の桑名、金融保険業の藤枝が揃って勝利。3試合目、製造業事業所数、飲食店数の焼津が勝利。第3試合終了時点の順位、序盤戦は焼津がリードする展開です。4試合目、農業畜産、昼間人口密度の焼津が解消。5試合目、地方税1万人あたりの歯科医指数、課税対象所得を取った桑名が僅差勝ち。第5試合終了時点の順位、焼津が首位を守るが、最下位の桑名市まで全くわからない接戦です。6試合目、大勢力指数の稲沢市と不動産物品業売上等の藤枝市が並んで勝利。第6試合終了時点の順位、焼津藤枝稲沢の勝ち点差がわずか1という大接戦。桑名はやや出遅れています。7試合目、製造業原材料使用額、従業者数、農業産出額を制した稲沢市が快勝。第7試合終了時点の順位、焼津と稲沢の勝ち点が並ぶ。藤枝が2差で追いかけています。8試合目、一般診療所数を制した藤枝が勝利。第8試合終了時点の順位、稲沢が首位浮上、しかしながら3位焼津との差もわずか勝ち点3に、残り2試合です。9試合目、ゴミの少なさを制し、農業畜産、飲食店数等で2位を確保した藤枝の勝利。第9試合終了時点の順位、藤枝が首位浮上、2位は焼津と稲沢が勝ち点2差、次が最終戦。最終戦、製造業従業者数、運輸郵便業売上の稲沢と、果樹地昼間人口密度を制した焼津が勝利。全10試合の最終結果が出ました。焼津市勝ち点19、稲沢市勝ち点19、藤枝市勝ち点19、桑名市勝ち点10。4回1位の焼津稲沢藤枝が同価地点で並ぶも、わずかなポイント差で明暗が分かれました。1位焼津、2位稲沢、3位藤枝です。4位の桑名も1位2回と戦線に爪痕を残す戦いぶりでした。次は勝ち抜いた焼津市と稲沢市が、岐阜県鏡ヶ原市と愛知県小牧市に挑みます。6回戦、稲沢市、焼津市、鏡ヶ原市、小牧市。2連続勝ち抜け中の祖父江砂丘の愛知県稲沢市と焼津漁港の静岡県焼津市に加え、航空関連の製造業が強い岐阜県鏡ヶ原市、小牧長久手の戦いの愛知県小牧市が対決。10連戦で勝ち抜き都市を決めます。1試合目、2015年の法定人口、昼間人口比、不動産物品業売上で勝利の小牧が圧勝。1試合目、労働実演庁と果樹地面積の稲沢と15歳未満人口比の鏡ヶ原が揃って勝利。3試合目、財政力指数、卸売業事業所数、経常収支率などの小牧市が圧勝。第3試合終了時点の順位、小牧、鏡ヶ原、稲沢が勝ち点6で並ぶ序盤戦。焼津は苦しい展開です。4試合目、小売業事業員数、建築工事費、15歳未満人口比の鏡ヶ原が勝利。5試合目、歯科医指数、卸売業事業員数、製造業事業所数の小牧が勝利。
第5試合終了時点の順位、小牧・鏡ヶ原の勝ち点が並び、さらに勝ち点2差で稲沢が追う展開。焼津は抵抗できるでしょうか。6試合目、不動産物品業売上、財政力指数、人口密度、地方税を制した小牧が勝利。第6試合終了時点の順位、小牧が一歩抜け出すも、鏡ヶ原、稲沢との差はまだわずか。7試合目、教育学習支援業売上、一般診療所数、建築工事費を制した鏡ヶ原の勝利。第7試合終了時点の順位、鏡ヶ原が小牧との差を勝ち点1差に縮めています。8試合目、運輸郵便業売上、1万人あたりの指数、大型小売点数などの小牧が圧勝。第8試合終了時点の順位、鏡ヶ原と稲沢の2位争いの勝ち点差はわずかに、残り2試合です。9試合目、総面積を制し、加重地面積や課税対象所得で2位の鏡ヶ原が僅差勝ち。第9試合終了時点の順位、小牧の2以上が確定、鏡ヶ原は稲沢に勝ち点3差をつけました。次が最終戦。最終戦、金融保険業売上、製造業荒深価値額、加重地人口密度の小牧が僅差勝ち。全10試合を終えた最終結果が出ました。小牧市勝ち点22、鏡ヶ原市勝ち点18、稲沢市勝ち点16、焼津市勝ち点10。6回1位の小牧市が4位も2回取るも余裕の優勝。4回1位の鏡ヶ原市が2位、1回しか1位を取れなかった稲沢は4位0回ながらも3位止まり、一度も1位を取れなかった焼津は4位に終わってしまいました。次は勝ち抜いた小牧市と鏡ヶ原市が愛知県刈谷市と岐阜県大垣市に挑みます。続きます。7回戦、鏡ヶ原市、小牧市、刈谷市、大垣市。前回勝ち抜けの航空関連の製造業が強い岐阜県鏡ヶ原市と、小牧長久手の戦いの愛知県小牧市や、トヨタグループの発祥の地の愛知県刈谷市と、ムーンライトながらや大垣城の岐阜県大垣市と対決。10連戦で勝ち抜き年を決めます。1試合目、百貨店総合スーパースーと農業畜産で勝利した小牧市が勝利。2試合目、製造業従業者数、製造業有形固定資産を制した刈谷市が勝利。3試合目、農業産出額で勝利の小牧が製造業も2位で勝利。第3試合終了時点の順位、序盤を優位に戦えたのは小牧市、刈谷市と大垣市が僅差で追う。鏡ヶ原市は苦しい展開です。4試合目、小売業年間商品販売額、2015年の法定人口、小売業売り場面積を制した大垣の勝利。5試合目、1万人あたりの歯科医師数と飲食店数の大垣市が僅差勝ち。第5試合終了時点の順位、小牧と大垣の激しい首位攻防、刈谷も勝ち点2差で追っています。鏡ヶ原は勝ち点が取れません。6試合目、情報通信業売上、不動産物品業売上、地方税で勝る刈谷市が勝利。第6試合終了時点の順位、壮絶な3強の三つどもえの争いとなっています。7試合目、卸売業事業所数、大型小売点数の小牧と推薦人口比、労働実践庁の大垣が揃い踏みの勝利。第7試合終了時点の順位、小牧と大垣が抜け出し、刈谷は少し苦しくなりました。8試合目、ゴミの少なさで鏡ヶ原が起死回生の勝利。第8試合終了時点の順位、大垣が単独首位に浮上、残り2試合です。9試合目、建築工事費などの鏡ヶ原、小売業年間商品販売額などの大垣が勝利。第9試合終了時点の順位、大垣の優勝が確定、2位争いが小牧と刈谷です。次が最終戦。10試合目、実質交際費比率、経常収支率の刈谷が勝利。全10試合の最終結果が出ました。大垣市勝ち点22、小牧市勝ち点18、刈谷市勝ち点18、鏡ヶ原市勝ち点6。1位4回、2位4回の大垣が最も安定した戦いで優勝。1位3回同士の小牧市と刈谷はポイント差で辛くも小牧が2位となりました。刈谷は無念の3位敗退。鏡ヶ原も4位8回ながらも1位も2回で面目を果たしました。次は静岡県磐田市と三重県松阪市が登場です。次
次の動画になりますので、チャンネル登録していただけると見逃さないと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。